中央市全力北海道 PR キャンペーン。北海道のてっぺんに位置する宗谷地域、今回はそんな宗谷の魅力をお伝えするとともに、地域みんなで協力して行っている宗谷を元気にする取り組みについてご紹介します。宗谷には最北の自然や最北の海の幸、ここにしか咲かない花、貴重な観光スポットやアクティビティなど魅力がいっぱい。多くの方に来てほしくて、最北の春夏秋冬というパンフレットを地域みんなで作成しました。今日は早速ここ東京銀座駅で首都圏の皆さんに宗谷の魅力をお届けしています。直行便で行ってみたい、サイクリングや綺麗なお花が楽しみなど、たくさんの感想をいただいています。宗谷にはホタテやウニ、カニなど有名な食べ物の他にもまだまだ絶品や一品もたくさんあるんです。例えば水たこやたち、もずく、銀杏草など海の味覚、宗谷黒牛、地元産牛乳なども、加工食品の道外への売り込みにも力を入れています。とても美味しいので、道外の皆さんにも食べてほしいです。宗谷は酪農や漁業などの一次産業が盛んな地域です。そんな宗谷で働くことに興味を持ってほしいという思いから、首都圏の学生さんに向けた酪農の PR イベント、先輩漁師から直接学べる漁師道、林業の魅力を伝える PR 動画など、地域みんなで協力して取り組んでいます。移住を考えている皆さんに暮らしの情報を発信しています。 U ターンする若い人を増やしたいという思いで、頑張ってる地元企業さんの情報を発信する LINE を始めました。そうやって本当に素晴らしいところです。もっともっと人を呼び込むことで宗谷を盛り上げていきたいですね。これからも地域みんなで宗谷を元気にする取り組みを行っていきます。旬推し全力宗谷。